はい、皆様こんにちは、なりわでございます。本日から新しいゲーム「聖剣伝説2」を、プレイしていきたいと思います。全く前振り知識がないので、無の状態からのスタートでございます。今までのゲームとはちょっといろんな意味で、違ってるような気もするのですが、どんな感じなんでしょうかね。まあ、最初のうちは結構もたもたとすると思いますが、まあ、プレイしていくうちにすぐ慣れると思いますので、そこのところはね、どうか多めに見てやってくださいね。できるだけ、頑張ってやっていきたいと思います。なんか何で見たのか聞いたのかちょっと定かではないんですが、この、絵柄のパズルがあるそうですね。何ピースなのかちょっと分かりませんが、相当大きなピース数の多いパズルではないかなと思うんですが、もし興味のある方はね、そちらをチェックしてみてください。それで、ニューゲームからいきましょう。はい、名前を、どうするのかな、なりわにしましょうかね。なりわで決定ですね。で決定。なんかうるさいですね、ポン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 と。遥かな昔、マナの力によって進化した文明が地上に栄えていた。やがて人々はマナの力を戦争に利用するようになり、マナの要塞と呼ばれる巨大な船を生んだ。しかしあまりに強大なその力は、神々の怒りに触れ、神獣が地上へと使わされた。要塞と神獣の激しい戦いが世界を炎と毒で包み、地上からはマナが失われていった。その時、聖剣を携えた勇者によって要塞は落とされ、神獣も人々の前から姿を消した。戦争によって文明は失われたが、世界には再び平和が戻った。時は流れ、歴史は繰り返す。今回のゲームはほとんどナレーションもキャラクターも、声優さんがちゃんと話してくれるんでしょう。そのようですね。みんな待ってくれよ。のグズ、ぼやぼやしてたら見つかって村長にまた怒られるぞ。そうだよ、村の掟じゃここに来ちゃいけないんだぜ。なんでもお化けが出るとか。へへん、大人たちも幼稚だよな。俺たちが怖がって近づかないと思ってんだから。どこにもいますよね。でもばあちゃんが昔滝で光り輝くものを見たってさ、きっとすごい宝があるんだぜ。さ、先を急ごう。おーっと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 、落ちる。おっと、あー、ちゃった、大変だ。おー、怪我はないのかな。Thank you.
こはまればいいのかな。何とかがお呼びのようですね。あそこに剣がありますね。村はこっちの方だな。こうですね。よっ。さあ、剣を抜くのだ。誰？なんだこの剣は。イベントですね。えい、な、眩しい。あ、お化け。よ、剣を頼んだぞ。頼まれちゃいましたね。あ、なんだなんだ。あ、剣が。どんどん光が消えていく。村に帰ろう。剣で消えそうだぞ。なるほど。通れないとこうやって帰ればいいんですね。村に帰るには、あ、ここですね。わ、こんなところにラビが、やばいぞ。ラビね。何分にもね、こちらのゲームは操作がかなり、前と違いまして戸惑っております。ジャンプボタンはないんですね。ジャンプをしないんですね、このゲームっていうのはね。ただトコトコ歩くだけのようですね。なんだよ、方向が難しい。今までのちょっと戦い方と違うんですよね。もうひたすら押すしかない。普通ね、丸ボタンが攻撃だと思ったら違うんですよね。こちらのゲームはね、バツボタン、バツボタンで攻撃なんですよね。普通バツボタンってジャンプですよね。なのでかなり戸惑いますね。この戦い方がね、結構なんて言いますか、まどろっこしいと言いますか。どうなんだろう。これは昔ながらのような、ながらのようなっておかしいな言い方ですよね。昔のゲームの色を濃く、これでいいのかな。あ、お金ですね。いや、なんかまどろっこしいですね。今までのゲームとはちょっと様子が違うんですよね。来ないで、来ないで。下のパーセントっていうのが、敵の残りのゲージでしょうかね。こちらがグリーンの HP なんでしょうかね。呼ぶ、これはお金の単位ですね。おい、なるほど、あまり近くにいない方がいいんですね。ちょっと離れたところで。あ、めんどくさい、めんどくさいです、飽きるよって。これで来ないで。
グラフィックが昔懐かしい感じのグラフィックですね。なんて言いますか、ファイナルファンタジーの7よりちょっと後ぐらいの感じのグラフィックに見えない気がしますね。キャラクターの感じなんかを見ていても、ああちょっと近すぎたかな。何回もやらないといけないんですね。こっち、あ、いい。これもね、バツボタンなんですよね。マルドロップって何でしょうかね。回復アイテムかしら。いや、後ろからも前からも。失礼いたしました。ちょっと離れて、はい、おやじゃないか。さっき滝のなんだか私は悪い予感がするね。クワバラ。ナレーションがっていうセリフがゆっくりですね。まあそんなけ危ないわって言われちゃったね。こちらは店に見慣れない男がいるんだ。わかんないの？どれどれ？何も話さないのね。よう、じゃないか。なんか世話しない動きですね。あのお客さん、ど？そうなの？この人は何も言わないので、とりあえず。無事だった。キャー、だからこんなやつ。バカ者、あそこへ行ってはならんと言っておいただろうが。ん？おお、もしかしなかなかやるじゃんけ。ああ、なんということだ。ゲゲー、聖剣。まさか、が抜いてしまうとは。伝説では聖剣がこの村を守ってくださるとされている。それが今抜かれてしまう。バカ野郎、なんてことをしたんだ。だからモンスターが暴れだした。お前みたいなよそ者が抜いちまったらおしまいだ。お前なきゃ。さっき褒めたと思ったらね、これですからね。やめろよ。どういうこと？動けないです。おお、こっちまで。あら、化け物だ。お前剣持ってんだろ。なんとかしろよ。あら、まあ口ほどにもないのね。おい、聞こえるか。いいか、いいよ。もうこれは近づいてやった方がいいですね。離れるとあの鎌でやられちゃうので、できるだけ近づいて攻撃すればこっちは有利ですね。あとどれぐらい？どんだけ？
相手の懐に入って、おお、やっつけたかな。よくやったぞ。待ってろ、今引っ張り上げてやろう。ああ、俺知らねえから。その剣はどうやら本物の聖剣らしいな。大変なことになった。どうしよう。世界に危機が迫った時、勇者によって引き抜かれるはずの伝説の聖剣だ。しかし君はまだ若すぎる。きっと聖剣に何かが起こったんだろう。ということは危機が迫ってるのね。これ差し上げます。いや、ダメだ。聖剣は力を失ってしまっている。この剣を蘇らせなければならない。それは剣を抜いた者にしかできないのだ。あら、どうすれば。責任重大。水の神殿のルサルカ様に聞くといいだろう。200年もこの地を見守り続けてきた方だ。何かいい知恵があるかもしれん。村長が家に来いってさ。では私は用があるので先に行くぞ。私の名はジェマ。神殿で待っているぞ。ジェマさんですね。村長、このままほっとくのか。そうよ、安心できないわ。いつまたモンスターが現れるか。うん、おお、困ったことをしてくれた。その聖剣はこの村の守り。突然モンスターが現れたのもその剣が抜かれてしまったから。そうに決まっておる。このままが村にいればまたモンスターが来るぞえ。出て行け。そうだ、出て行け。出て行け、出て行け。おっと、はあ、残念だが仕方ない。よ、地下に宝箱がある。それで装備を揃えていくと良いだろう。ここですね、地下って。よっ、お金のことかな。お金ですね。これはこれはどうにもならないの。ならないのね。じゃあやはりもともとよそ者のお前をこれ以上は私でもかまってやれ。許しておくれ。お前はもう覚えていないだろうが、お前はまだ幼かった頃、この村に母親と共にどこからかやってきた。だがお前の母親はすぐに行方不明になってしまったのだ。そうなのね。私は身寄りのないお前を引き取り今日まで育ててきたが、お別れだ。きっといつか母親に会えるよう祈っているよ。達者でな。どうしてお母さんは行方不明になったんでしょうね。ということは、これからは冒険の旅をしつつお母さんを探す旅にでもなっちゃうんですね。さんかな。これ怒られるだけのような気がするのでやめときましょう。これは村長の言いつけだから売ってやるけど、用が済んだらいらっしゃいませ。ご用件は。アーマーはちゃんと装備して使えよ。分かったら。了解。
ちらのお家は行けないのかな。ここは何屋なのかな。あ、宿屋なのかな。どうなんだろう。一泊ゴルクですが、お泊まりになりますか。一回泊まっていきましょうかね。一泊ゴルクですが、これで丸ボタンを押すんですね。ややこしいです、このゲームのコントロールの操作、今までと全く違うんですよね。攻撃がね、×ボタン、今まで丸ボタンだったんですよね。なのでつい丸ボタンを押しちゃうんですが、そうですね、セーブしましょうかね。なんでここにこんな数字が出てるんでしょう。さっきちょっといじったからでしょうかね。あ、これでいいのね。では行きましょう。それで、あ、ここからかな。もう準備はいいのか。はい、もういいですよ。とにかく村長の命令でお前はもう村に入れられないんだ。さあ行きなさい。じゃあ二度とここには戻ってこれないのかしら。あ、おお、油断してましたよ。いいよ。あ、そうでした、丸ボタンじゃなくて×ボタンでした。もう嫌になりますね。普通攻撃丸ボタンなんですけどね、丸ボタンなんだよね。だけどこのゲームに関しては×ボタンなのよね。方向性もむずい。どういうのかな。おお、なんだ、どこにかかっちゃった。初めてですね。うわー、回復はどうしたらいいんだろう。回復はなかなか手ごろございますね。こっちに行ってはいけないってことかな。どうしましょう。ちょっと待ってください。でも、あ、こっちがありましたね。こっちに行ってみましょう。なんだろう。いらっしゃい。わし、世界中をネットワークで結ぶ大砲やブロッサネ。水の神殿に行くんだろ。ジェマさんなら先に行ったよ。大砲で神殿までお願いします。そうこなくっちゃ。さあ大砲に入っとくれ。あの、セルフが まどろっこしいですね。ひとっとびというループできるんですね。ワープ、はい、どこに行ったんでしょう。おっとっと。あ、すごい。我々はパンドーラ王国の魔女討伐隊だ。この先のワープで妖魔の森に近道できるが崖になっている。でも許して。あの方は我々の隊長。今度の任務は生きて帰れない。もう一度、もう一度。デラック少佐。よし、油断するなよ。こっちでいいかな。あ、ここでいいみたいですね。待っていたぞ。大層なマント着てますね。ダンジョン。これはあの、このゲームは視点を上げたり下げたりできないんですよね。これどうしたらいいの？どうしたらいいの？
こっからどうしたらいいの？どうしたらいいの？どうしたらいいんでしょうかね。あ、この上に乗るのかな。なるほど。最初は、ね、あ、いらっしゃいましたね。ルカ様はどこに。あの女の子に聞いてみよう。ねえ君、ルカ様は。俺、失礼な。ルカ様、お久しぶりです。よく来たな。じゃあこの子が200歳のおばあちゃん。ほうほう、お主が聖剣を抜いたのか。これは面白い。で、どうしたらいいの？どうしたらいいんですかね。さっきの、あ、なんか、これ面白いですね。見えないところはシルエットで出てきますね。こちらはないんですね。ほうほう、この方は何も答えてくれない。ということは、どうしたらいいんでしょうか。私はそもそもここにどっから来ましたっけ。でもやはりここしかないですね。何も答えてくれないってことはこうやって行くしかないですもんね。こちら、こっちは行き止まり。そしてなんだろう、ここはどうしたらいいんだろう、どうすればいいんだろう。視点をね、ぐるりと、このゲームは視点をね、ぐるりと変えられないんですよね。ちょっと待ってください。あ、なるほど。これは何、防具の装備、これを今私は来たのですね。で、あ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっとちょ、そうじゃなくて、オプション、BGM の音量、これをちょっと下げましょうかね。これぐらいにしておきましょう。ボイスはこれで、音源設定はまあこんなもんでいいでしょうかね。そして自分のコマンド、オプション、操作説明、タイトルに戻る。そして、こっち、これは何？ん？仲間行動設定。で、
これが図鑑。キャラクター、あ、3人のキャラクターは、ルカさんとジェマさん。モンスターはこの2匹。武器は、錆びた聖剣。で、これは何？魔法レベル。武器レベル。ということですね。そしてどこに向かいましょうか。困りましたね。何もできないまま。始めております。先ほどもこの少年の村に。うん、知っておるわ。水の流れを通して世界中のことが分かるのじゃ。マナの力が弱まっておる。だからその少年なんぞに聖剣が抜かれてしもうたのかもしれん。その時この辺りのマナのバランスが崩れ、魔物たちが暴れ始めたのじゃろう。世界には聖剣の力を封じている邪悪なモンスターたちがいるようじゃ。それらを倒せば聖剣の力が回復し、鍛え直すことによりさらなる進化を遂げるじゃ。先ほどのマンティスアントもその一つじゃろう。聖剣の力が少し回復しておるようじゃ。モンスター以外にも剣の進化力を回復する封印があるかもしれぬ。それを見つけるのじゃ。私はかつてルカ様の元で修行をしていたことがあるのだ。その時にこの世界を支えるマナの力のことを教わった。それが今失われ、私はその時にこのジェマよ、帝国の動きに気をつけるのじゃ。帝国はマナの要塞を狙っておる。マナの要塞？あの世界を滅ぼしたっていうおとぎ話の？おとぎ話ではない。本当に要塞はあったのだ。帝国は要塞を蘇らせようとしている。帝国は各地の神殿にあるマナの種子の封印を解こうとしているらしい。この神殿の周りにもすでに何者かが様子を探りに来ておるようじゃ。パンドーラ王国で何やら不穏な動きがあるようです。それと帝国に何か関係が？わからぬ。ジェマよ、国王に会い帝国に用心するよう伝えてくるのじゃ。わかりました。ではガイアのへそと呼ばれる洞窟に向かえ。ドワーフの鍛冶屋があると聞く。ドワーフたちにその聖剣を鍛え直してもらった。剣が進化し技レベルを上げれば使える技も増えていくはずだ。どうすれば？お主自身が聖剣にふさわしい勇者となるべく勇気と力を身につけなければならん。そんなの無理だよ。帝国がマナの要塞をよみがえらせてしまうと、その前に聖剣の力をよみがえらせねば世界は今度こそ滅びてしまうぞ。どうすれば？お主自身が聖剣にふさわしい勇者となるべく勇気と力を身につけなければならん。そんなの無理だよ。
その前に聖剣どうすれば。お主自身が。同じ答えなんですね。了解。さあ祭壇のマナの種子に聖剣を掲げてみなさい。マナの種子と聖剣が共これで世界のどこにおってもその聖剣には種子からのパワーが届くはずじゃ。世界にはここを含め全部で8つの神殿がある。それぞれの種子から力を授かる。この先錆びついた聖剣だけでは不安じゃ。この聖水で清めたブロンズランスも持って行け。聖剣と共に使えば聖剣と同じように進化していくじゃろう。回復してやろう。セーブもしておくかね。そうね。まずはジェマも言っていたガイアのへそに向かえ。そこには地底神殿があるはずじゃ。ここは水で次は地底なんですね。ガイアのへそへは南のパンドーラ王国を抜けていくと良いだろう。回復してやろう。セーブもしておくかね。さっきしたからいい。まずはジェマも言っていたガイアのへそへは南のパンドーラ王国を抜けてね。待ってここね。画面の向きを私は変えたいんですが変えられないんですね。こっちでいいのかしら。南って言ってましたかね。これからはこういった強い敵が現れるんですね。向きが違うでしょう。こっちかな。いや後ろからも来てる。ちょっと勘弁。なんだなんだ。やだよあ、あち、ほら、動くとたまに。これからお前祭りのごちそう。うわお前なかなかうまそう。けっけっけっけ。かまゆでんされている。どうしたらいいの。もう踊り始まったね。我らもあれ。ちょっと君ばっかね。助けてくれ。静かに。さあ行け。よく言って。やけどしなかったわね。どうもありがとう。ある人を探してたら捕まってるのが見えたから、もしかしたら人違いだったみたいね。助けて損しちゃった。そうおっしゃらずに。そ
冗談よ。私急ぐから行くね。君も町に戻った方がいいよ。ねえ。ああ。だけど戻れないのよね。なのね。あまり近づくと毒を放つみたいですね。連打方式ですね。途中からなかなか、やだパンドーラ王国の城下町だ。君が来たら通すよ。ジェマ殿。ジェマ殿。
タスマニカ国からいらっしゃったそうだ。お城に、それから言っておくが、あまり町の者とは話さない方がいいぞ。あら、どうしてかしら。じゃあ話さない方がいいよね。話しちゃいけないわけだから、ゼマさんはいずこ、こちらの器はどうなのかな。このお姉さん、あ、宿屋ね、宿屋ね、いらっしゃらないわね。ジマさんはどこなんでしょう。ね、結構広いですね。ここはパンドーラのお城です。最近、町の人々の魂が抜けたようになってしまった。魔女の討伐に向かったディラックを助けに行く。でも僕、地底の神殿に行かないと。そんなの後後、さあ行くよ。僕、そう、私は、そうなの。もうどうしましょう。このままでいいんじゃないでしょうか。これからもよろしくね。で、パパなんて大無理やり出てこなきゃ。この部屋には絶対お城のお姫様なの、彼女プリマは。こっちかな。
どこ行くんでしたっけ。出口はどこでしょうかな。ここはパンドーラの王子。私は向かったらいいのかな。どこに向かえばいいの。ちょっと待ってください、ではですね、そろそろお時間のようでございますので、この続きはまた次回にしたいと思います。ご視聴初めての聖剣伝説2でしたけれども、ちょっとね操作が慣れないのと、ちょっとねこの地図の見方がよくわからないのとでいろいろありまして、まあおいおい慣れてくると思いますが、まだ私ドラクエもしなければいけないので、操作がまるで違うので、ちょっとややこしいですね。こちら慣れたかと思えばドラクエの方を知ってやっていくとまた違った操作になりますので、ドラクエの方は問題ないと思うんですが、こちら聖剣伝説の方はなんだか操作の仕方がいまいちよくわからないですね。まあおいおい慣れていきたいと思います。それでは皆様ご視聴ありがとうございました。なりわでございました。